よーい。ちょ、まじまじ。あ、でもこれ。ちょっと今ずるくない？あ、でもちょっと、いけ。ちょっと、あ、でもこれちょっと、いけ。はいはい。なんか、そんな、スポーツ感持ってるみたいなしてる。あ、そう、あ、そうです。お待たせじゃないですか。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。マジで。はい、キャベツさんと土井さんって今お二人多くてですか？今僕は33ですね。ああ、じゃあ21です、ね、ああ、はい、4つ違いか。4つもで、はい、お二人とも今のところまだ、まあ童貞というか、まあどうか、はいはい、となってますね、まあ、何年来の知り合いですか今？もう5年ぐらいかな。5、6年ですもんね、はいはいはい、まあ、NSC 時代から。そうですね、はいはい、あそこ NSC ではキャベツくんの方が、まあ、上って言い方であれですけど、まあそうだ、気に入られてもすったよね、はいはいはい、え、R1 はお二人とも1回戦敗退。はい、1回戦敗退。N1 はだって2人で出て、あ、そうか。1回戦敗退。1回戦敗退。まあ、ライブ数だったら自分勝ってますね。ああ、そうライブ数。ライブ数、ああ。呼ばれてるライブ数やってく。ああ、確かに。そのほかなんか戦ったこととかないですか？格闘技ですか？殴り喧嘩あ、じゃあちなみにそれは聞くわ。リングの上立ってさ、戦ったらどっちが勝つですか？いや、もう確実にもう締め上げますね。いやー、でも自分ストレンジキープできた。そうですよね。あ、そうか、そうか。黒帯なんで。はい。まあ、僕もあの、まあ、柔道やってたんで。あ、本当ですか？はい。え、いつやったんですか？中学校の体育館の時間で。あ、体育の授業ね。体育の授業で。あ、でも自分全国大会2回行ってるんだよ。おー、はいはいはい。あ、じゃあもうパワーっていう面でももう、土井さん？あ、でもちょっと待ってください。あ、どうぞどうぞ。はい、何ですか？ラグビー高2から高3まで。少林寺拳法の全国大会って何するんですか？あ、でも二人で組んで、まあ演武っていうのやるんですけども、お互い何技やるか決めてって、それ点数つけてもらうみたいなやつ。ああ、組手ではない。あ、組手みたいなもんですね。組手を見てて点数つけてもらうみたいな。あ、それガチ組手ではないですか？あ、そうです。ガチ組手ではないです。あ、なるほど、そうか、そうか。え、2位だったっけ？あ、もうなんか2組中2位で全国大会行ってましたね。ああ、ああ。それいいので、全国大会で最下位になってきて。じゃあもう全土部屋。あ、全土部だ。はい。え、何2組中2位って？競技人口少なすぎて、自分のその段のところ2組しか出場してなくて、あ、で2位で強制的に全国大会行かされて。それカウントしていいのかそれ。はい、いや、なんでその、まあこれ言い方が今の時代良くないかもしれないですけど、どっちが男として強いのかっていうのはなんかパッと気になったんですよね今日。はいはいはい。そう。いや、まあ、絶対負けたくない。え、じゃあ例えばさ、はい、デズモン。デズモンします。一旦デズモンしようか。じゃあ第これで。で、どうでした今日デズモンって。デズモン、まあそう。体勢どうでしたっけ？体勢はもう各々。え、どっちでやる？右？僕右利きなんで。あ、これ右利きです。あ、じゃあ右や。そうです。はい、じゃあ。お、ちょっと待って。あ、ちょっと待ってください。ああ、いいよ。ちょっと待って、名前。あ、じっとしてろって。あ、ごめんごめん。ちょっと、グリグリすな。グリグリすな。はい。カメラくん、持たんといて。持たない。持たない。うん。大丈夫？ちょっと力入る？今力入れんなよ、今。今力入れる。今入れんなよ。そう。リラックスしてね。うん。お前入ってない？力。入ってない。やめてよ、ちょっと。入れてないで。よーい。ちょ、まじまじ。あ、でもこれ。ちょっと今ずるくない？あ、でもちょっと、いけ。ちょっと、あ、でもこれちょっといけ。ちょっと待って。いけない。ちょっと。ちょっと、ちょっと。あ、これ多分、大丈夫。ちょっと待って、これいけるかもしれない。いけで。よーい。ちょ、もう、よーいよくないんか。はいはい。じゃあ、ドンでいくで。ドンでいく。もう、よーいはよい。ドンでいくんですよね。うん。はい。ドン。ちょっと。どっ、やっやったー、入りました。いや、ずるいわ、ちょっと。何がずるいですか？ちょっと重いからずるいな。いや、重くないですよ。一旦左右こうでしょうか。ちょっと待ってよ。ちょ、え、こんな損してる。力入る？あ、ちょっと、あ、すみません、もうちょっと。うん。
ちょっと待って、ちょっと待ってください。で、あの、足が、足がちゃんと立ってないから。やばいやばい。ちょっと待って。行くで。あ、待って。ちょっともう、貸して。オッケー、オッケー。ドン！くわっと。あ、すごい。あ、すごい。すごい。ようええな。と、負けました。その流れで一旦、教師相撲行ってみようか。足動いたら負けね。あ。おい。あ、もう始まってる。始まってる。いや、ちょっと遠いな、二人。あ、遠い、遠い。うんうん。ちょっと待って、ちょっと待って。痛い。やめて。やだよ。やめて。ちょっと。あ、強いですね。いや、カルスの勝ちやな。あるな。ちょっと、いや、ボロ負けしまう。ああいうのは息止め対決的なやつは息止め対決。まあ、用意ドンでタイマー起動して、長くできた人の勝ちね。いや、じゃんけんして、じゃあ先行後方を決めて。いやー、ちょっとやだな。先やりたいんだよ。俺も先やりたい。先やりたい。俺先やりたい。ちょっと、マジで。先やりたい。もう、じゃんけんつけて。最初はグー。よしよし。カズくん、タイマー貸して。これちょっと。じゃあ、行くで。鼻も口もつけて。あ、はい。これ見てるから。よーい、スタート。ちょっと無理ですね。チェックしてて。おい。もうでも入ってます。おっ。もう超えたけど、こっからどれだけ土井さんを引き離すか。うわマジっすか。マジ。はい。まあ大体48秒47秒。おお。すごいな。え、もうカルス君、ボロ勝ちじゃないですか。いや、ちょっと待ってください、なんか回数系ちょっとやってもいいですか。どっちが何回先に何回できるかっていう。あ、はいはいはい。それ系だったら絶対勝てると思うんですよね、はい、正直。今だって、ゼロ勝算敗数です。いや、そうです、ちょっと巻き返さないといけない。じゃあ、土井さんからやる。あ、やります。腹筋ってこれ、こういう感じでしたっけ。うん、この形で。あ、でも後ろにしようか。あ、はい。で、後ろでここまでです。これで1回。うんうんうん、ここまでだと。よ、30秒ね。ちょっと、ここちょっとあの、なんか、はい。見てるんで、ちょっと。あ、君とやりましょう。ちょっと引いてあるんで、ダメです。よー、スタート。これだ、うん。ちょっと足、揃えないで。し。ここ。ちょっと。6。6、16。あ、16、16、16、16、16、16、16、16、ちょっと待ってよ。30秒っすよ。うん。ちょっと待ってよ。痛い、でもやばいかも。行くで。あ、行くで。お。いや、すず、あと頭つけんの。あ、これか。あ、これか。そう。行くで。よーい、スタート。ぎゃっ！ちょっと。いや、ちょっと下げな。あ、そうか、下げなきゃダメ。ちょっと待って。おー、でも、やばい、ちょっと待って、あれ。頑張るよ。頑張ってくれ。やっ、いけ。ちょっと待って。重い。くそ。負けたくねえ。なんで。くそ。頑張れた。負けた。12、もう13が。あ、危ない。はあ、ちょっとね。回数系無理かもな。回数系だったらまあちょっと勝てそう。そう思いですね。はい、今んとこシャベツが3勝。ドイちゃん1勝。あ、はい。どうすか。で、今んとこ。いや、もう俺の方がやっぱ。見たら分かるでしょ。いや、多分同じサイズにしたら、でも自分の分かってると思うね。ちょ。はい、じゃあ、ラスト。じゃあ、外に来ましたけど。あ、外来ましたね。はい。はい。まあ、ここを、はい、まあ、全力ダッシュで。ここ全力ダッシュ。はい。え、50メーターとかじゃん。だから、何メーターかは知らん。え、マジで？まあ、どっちが速いかですね。え、どこまで行くんだろう。え、まあ、俺がここまでってとこまで行くから。あー、そういうことか。でかい声出されへんから、はい、夜やから。はい。こう、手上げて、はい。俺こう下ろしたらスタート。スタート俺らが。うわ、マジか。向こうの方でな。はい。で、俺が俺のとこまで来てもらうってこと。はい。はい。足を
まだやって。勝ちました。そうだね。これは勝ちだね。こう見えました。はい。ちょっと見え、俺にちょっとフリップして。まあこういうことですよ。総合で怪物くん4勝、ルーちゃん1勝。あ、いいです。あ、みんなってことですか。うん。よし。いや、よかったです。いやー、悔しい。ちょっと悔しいです。ちょっと床を乗せすぎて、この体力。そうか、でもちょっと種目的にパッと思いついたやつやってるから、もしかしたら種目によっては。そうさ、ほんまあでも、正規のあのやつだったんで、まあ今更言ってもしょうがないから。いやなんだ。いや、そう、なんだよ、俺の方が。おかしいな。男としてになったんだよ。でもあれですね、あとはだからクイズとかか。ああ、クイズも得意ですよ。クイズはもうあの大得意です。大学に帰ってるんで大丈夫です。あ、じゃあ卒業してるんで大丈夫です。じゃあちょっとあのなんか募集するか、これに関しては対決案。対決案、なんかこういう対決をしてほしいっていうのをちょっとコメント欄で募集するんで、はい、いただいた対決をいろいろやろうか。ああ、ちょっとチョイスして、はい、ちょっと土井さんだいぶ負け越してましたね。いやー、そう、やっぱ体力運動はちょっとね苦手なんで。そうか。正直もうまあ全国大会最下位だったんで、はい、ちょっと第2大会をちょっと楽しみにしててください。はい、勝てるようにお願いします。